ピンチの連続、そんな時僕から何が欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ、雪の光。出現重比 200% 拡大、さらに広がっています。ガム、このパルス。これはゾーリムの時と同じものか。あんなでかいものが出てくるのか。チームクロー、直ちに出撃。僕も行きます。あれは金属反応、何か破片なのか。ガム、見て。マシンなのか。チームクロー、攻撃を許可する。了解。行くよみんな。了解。やったー、よかったー。チームクロウ、これより祈祷する。了解。フジミヤ！ガム。海が呼んでいる。フジミヤ！しっかりしろ！フジミヤ！体には異常ないようですし、精神的な問題かもしれませんね。精神的な問題？何が藤宮をそこまで追い詰めたんだ？なんだこれ。世話になったようだな。海は生きている。さまざまな命を生み出し、疲れた魂が戻っていく。そんな生命の営みを俺は見守りたかった。だが俺のしたことは結局アグルの脅威で人を混乱に陥れただけなんだ。結果地底貫通なんだ。今は償いもできない。君は間違ってなんかいない。ほんの少し結論を急ぎすぎただけだ。人間だって変わらなきゃいけないんだ。人類は地球の一部だ。皮肉にもアグルの力を失って初めてそう思った。ガム、お前はウルトラの力を失った自分を想像したことがあるか？力を失った自分？俺はアグルの力を取り戻そうとした。だがもう力は戻ってこない。それは俺の心の底に今でもクリシスの予測と同じものが眠っているからだ。あの時クリシスの予測を知って、お前だったら同じことをしたか？ああ、結果的にはね。嘘だ。お前にそんなことはできない。俺自身の中に人類を消去しなければ地球を救えないという。いや、そうじゃない。君が本心でそう思ってるはずはない。藤宮、君だってあの予測に疑問を持っていた。だから何人もの人の命を助けたんだ。君はあの時、守るものは何もないと言った。それはクリスの予測が奴らに操られていたと知って、戦う誇りをズタズタにされたからだ。戦う誇り、それを取り戻すんだ、藤宮。高山さん、藤宮を保護しに来ました。あなたには帰還するよう指示が出ています。行こう、藤宮。待ってください。高山さん、どうしてそんなに彼にこだわるんです？藤宮はずっと地球のことを考えてきたんです。矛盾だらけの問題を真剣に考えてるんです。地底貫通弾を阻止しようとしたのだって地球のことを考え抜いた末でやったことなんです。わかりました。あなたがそこまで言うならもう少し様子を見ましょう。瀬沼さん、藤宮逃げるんだ。瀬沼さん、藤宮を頼みます。ガム、行こう。チームライトに攻撃を許可する。了解。北田、小川原、フォーメーションリーダー胸を。嘘。対ガイア用の兵器ということか。作戦を立て直す。ライトニング上空で待機。了解。了解。ガム離せ。ガムが危ない。フジミヤ。なんだ。ワームホール出現。超低空です。ガム。ガム。藤宮。連れ去るつもりか。攻撃急行。待て、下手に攻撃すればガムが負け犬になる。助ける方法はないのか。どうすればいい？スキャンできない。ガム。ガム。藤宮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 君。彼らを救ったのは君だ。アグルだ。君がいなければ彼らは戦う誇りを取り戻すんだ。藤宮。俺には守るものがある。地球よ、もう一度俺に力をくれ。大丈夫ですか？はい。それより。Fujimiya. Come. 早く戻ってこい。あ、はい、了解。やっぱり君はすごいやつだ。破滅将来体の居所、ついに判明か。そんな時ガムはもう一人の自分と遭遇。次回ウルトラマンガイア、ガム対ガム、ドイツを舞台にガイアの騎士道が燃える。